第一の危機、それから第二の危機、第三、地球温暖化の第四の危機、野生の昆虫取ったらね、誰のもんやって。次がね、高山蝶というのを調べることによって環境の変化、それを、まあ、我々は知ろうと。だったから蝶々から環境の変化を知ろうと。高山に住んでいるあの生き物ですからね、環境の変化に敏感だ。これは蝶からのメッセージ、こんな私の編集した本にいろいろと書いてあるので、興味ある人は読んでもらったらいいと思います。あの皆さんご存知のように、生物多様性の危機は、第一の危機ですね。それから第二の危機は里山の耕作放棄、そんなもの。それから外来生物第三、プラス地球温暖化の第四の危機で、これが特に高山帯への影響が、これはライチョウですけど、ライチョウどころではないという話をしてみたいと思います。高山帯のお花畑、それからそこにいる蝶ですね、こういうふうなものが、どんな影響を受けているかという、実はそれを調査するために、環境省が、2003年からモニタリングサイトセンター、いろんなところで、生き物、それの、調査を100年間、続けよう。モニタリングサイトセンターだから、僕は最初何年間やるんか思ったら、そうじゃなくて1000箇所を100年間やるみたいですけども、でその中に高山帯もやりましょうということで、日本では、5箇所、大雪、それから北アルプス、立山町、白山と北岳と石戸山、富士山もあります。でその5箇所の中で蝶の調査は、富士山はあんまり蝶が来ませんので、ここにですね、大雪と北アルプスと白山と南ということで、私は北の蝶ヶ岳と南の北岳、これを、担当して、どういうふうな変化があるかということを調べたんです。まだ解析中ですのでね、詳しい話は置いといて、これからみんなで北岳を登ってみましょうという話になります。調査のルートは小広ヶ原から大神場田をずっと歩いて、二股近くの、山登り好きな人はこの大神場田の二股の手前のところにプレートがはめ込まれた大岩があります。ここからスタートで、ここから、二股、そこからこの八本場のコルの こっちへ行ったらいいんですけど、この右ルート、こちらの方が蝶々多いんで、右ルートから、小太郎根の分岐から片野小屋へ行く、このルート。その途中で、平根大池の分岐点で定点調査、それから片野小屋の前で定点調査、こういうふうな、調査をこうずっとやって、だから北岳だと、3日間ほど入って調査をします。でまずはこの二股近く、いろんな蝶々がいます。ここら辺が、南アルプスのお花畑で蝶が多いようなところですね。浅木マダラ、これは広ヶ原で写真撮ったものです。浅木マダラはあちこちに飛んできています。それからヒョウモンの仲間は銀星ヒョウモンというのですね。ちょっと見てわからないんですけども、こうして写真撮るとフラギンヒョウモンとは違ってね、銀星ヒョウモン、なかなか飛んでるだけではね、見分けにくいんですけれども、銀星ヒョウモンがほとんどですね。それから里地でも見られる大和スジグロシロチョウというね、スジグロシロチョウ、これも案外いますね。で昔はエゾスジグロシロチョウだったんですけど、この本州にいるエゾスジグロシロチョウと北海道にいるエゾスジグロ、これは違う種類だということで、北海道のはエゾスジで残して、本州にいるエゾスジをヤマトスジにして、もともと別のスジグロシロチョウはスジグロというような感じになってます、ね、これは案外高山のお花畑にも。それから、ここのところは、下松牧町も結構いるんですね。ところがこれ調査した日付を見てもらうとね、8月18日なんですね。本当はここら辺だったら6月、5月、6月ぐらいに雲松巻き出るんですけども、8月ね、貴重なの。これも荒川さんが撮影してくれたんですけども、雲松巻き、こういうふうなのも出てきています。それから、
エルタテア、ね、そしてこれ門吉帳、残念ながらこの門吉帳の撮影場所は蝶ヶ岳になってるんですが、ここあの二俣のお花畑はね、門吉帳が結構飛ぶんです。で、数は数えてあの観察ノートには書いてるんですけど、あの写真撮れなかったんですね。これ申し訳ないが、蝶ヶ岳の上のうさぎ椅子に止まっている門吉帳を撮ってきました。これもだから平地型の蝶がね、お花畑まで飛んできているという、まあ、証拠になります。それから同じようにね、定地型の分でこれよく見てくださいね。これね、モンシロチョウなんですよね。二股のところですから2500ぐらいかな、2500もいかないか、まあ、そこのところですね、モンシロチョウがここはいます。実はこれはね、山梨県のレッドデータブックで亜高山帯のモンシロチョウ個体群だということで、あのレッドデータブックに記載されてます。他にキャベツ畑ないですからね、ここで、生息している珍しい個体群だというふうになってます。あと、高山お花畑行くとよく見るのが一文字せせりですね。一文字せせりはこれは稲の害虫とも言われている部分で、集団で移動します、山を越えてね。だから北岳の山頂とか一番よく見るのが肩の小屋で見ると、東から西へね飛んでいきます。下から、これは確実に下から登ってきて移動する、まあ、こういうふうな一文字です。で、一文字せりの移動についてはいろいろ研究されて面白いです。肩の小屋を越えて西へ飛んでいっても、次目の前に千畳があるし、また千畳を越えて、それから向こう、ま、あの稲谷まで多分飛んでいくんだと思うんですね。それからまあ表門、それからここの二股のところは本当お弁当を食べるといつも歓迎してくれるのがこの紅鹿です、ね、紅鹿のこれはオスですね。裏に白いものがこう入る。それから肩の小屋の前の定点のね、こういうふうなところで、ここで一日いてどんな蝶々がいるかっていうのをね、観察するわけです。で、その観察の記録をね、ちょっと話したいと思いますが、モニセンでは一日中じっとしてて、そこにいるお花畑に来る蝶々を調べるんですが、同じね、これ9月4日2014年の9月4日肩の小屋のところの定点です。で、ちょっと下がった白根大池の分岐の、定点、ここです。こっちはすごいガス で、ここは上の方はガスですけど、こっちガスないんですよね。で、そんな時の蝶々はどういうふうな現れ方をしているかというと、細かい字で申し訳ないんですが、肩の音やね、と見ますと、天気、ガス、ずっとガスで、朝8時から10時ですね。出てきたのは、紅鹿や2と一文字節1だけ。同じ日の同じ時刻で、ちょっと下がった白根池の分岐点。ね、ここは一時晴れとか曇りとかガス、こういうふうにあります。で、そうすると、紅鹿がこう出てきて16、9とかね、こちらの方結構出てきてます。あの、だからそこにいないんじゃなくて、高山の蝶というのはその時の天気によってものすごく影響を受ける。で、これは、まあ、古いデータの学生にならしたんですが、朝5時か6時ぐらいから夕方ここまでね、気温と出てきた蝶々をね、こちらだけの肩の小屋の前で調べた。この青い線が出てきた紅鹿と雲輪紅鹿の数です。ちょうど9時半ぐらいにたくさんピークが出てきてます。お昼ぐらいになるともう出てこなくて、これ気温です、ね、寒くなったから出てこないかなと思ったらそうではないんですね。気温はずっとコンスタントです。で、後のデータも取ったんですね。風速とか、ね、気圧、照度、そうするとこれにぴったり合うのはこのブルーの照度、太陽の照度で照度計、これと、ぴったりと、合います。すなわち、紅鹿とか雲輪紅鹿の活動というのは太陽の、ね、照度と、関係がある。分析しますと照度が、ね、すごい相関関係ありました。0.3938 という、ね、有意な相関が得られるというようなことで、2009年から14年の、ね、実際に見られた紅鹿の数です。
30分あたりの数で、この4番というのは1、2、3、4、2012年ものすごく、たくさん見られてます、ね、5.71 で、この14年ぐらいになると0.29 と少ない。これはこの年にたくさん発生したのか、ここは少ないのか、実際の個体数を表してなくて、ただ単にこの時は天気のいい時に観察して、こっちは天気の悪い時に観察したんじゃないかというふうなことになります。そこで照度と出てきた個体数、それを等間隔ロジスティック回帰でこういうふうな、ね、等間取りますと、ものすごくいい回帰直線になれば、ここから照度が3万ルプスの時の個体数に、これが実際の数です。でその時の照度でさっきのロジスティック回帰で変換して、ね、実際のいただろうというね、これが赤の線です。ここはあまりにも少なかったんでこんな落ちてますけれども、こういうふうな感じで実際のベニヒカゲとクモのベニヒカゲの個体数の変動はこんなんだろう、こうガタガタしてるのはその時の天気の影響だろうというふうなことが分かって、ちょっと減少傾向かなというふうな感じで、長期的なトレンドをこういうふうにして読んでいこうかというような今研究が進んでいます。肩の声はいろんな調子がきますが、特にクジャク調とそれからキベルタテハで、キベルタテハはこれビールを飲みに来てるんですね。肩の小屋 の, あのビール缶ビール潰して置いてあるんですけど、そこに行ってね、でそこで、まあ、それからあと骨道のトランセットですね、肩の小屋まで行って次の日は北岳のてっぺん登って、てっぺんからここ見てもらいますと、これは北岳山荘でずっと中白根で、まあ、ここまでですけども、学生たちは元気なのでね、最後まで行ってくるわけって言って、あのトランスしてますが、こういうふうな、ところでね、歩きながら鉱山の骨を歩きながらね、一応調べて、この尾根道はね、ベニと雲の辺りがあんまり出なくって、クジャク町とか一文字先生、キベリタで、そしてヒメアカタで、ね、低地とか亜高山帯の町が結構たくさん出てきます。クジャク町はね、年に2回生活現れる町なんです。成虫で越冬して、そして6月ぐらいに出てきて卵を産んで、卵を産むのはカラハナソウというホップ の原種ですけどね、それに卵を産んで幼虫になって、7月にこいつが親になります。で、この親は卵を産みます。その時の育った幼虫は供述条件で1日14時間ぐらいかかる。で、そうするとこの親は卵を産んで、で、また幼虫が出ます。8月になります、ね。で、この時の幼虫は次に9月にまた親になります。この親は実はそのままそこで卵を産むかというと、この親を解剖しますと、これ卵巣です。卵巣腸管の中に卵は全く発育してません。卵を発育しないので、卵を産まないので、親はそのまま冬越しをします。越冬します。ところが、このちょっと研究室で悪さをしまして、この第2世代の幼虫、こいつをですね、ここになると8月ですから、短日条件ですよね。日が短くなってきてますが、こっちと6月と同じね、14時間以上の部屋で飼育しちゃうと、卵巣は発育してしまいます。長日条件で飼育すると発育してしまって、それで親はですね、その発育したの卵を産んでしまうと、もう幼虫はこのカラハナソウ枯れてしまってね、亡くなって死亡してしまう。親も死んでしまうということで、ここのところでね、日潮によって今も卵を産んでいいのか、発育、ね、もうしないで越冬していいのかという、蝶々っていうのはこういうふうにして、気温というよりむしろ日潮を感じて、自分たちの生活感を決めていくという、ね、面白い大事だと。で、まあ、まとめますと、北岳のサイトで、まあ、こういうふうに全部で20種類ぐらいの蝶が見つかったということで、さらにこれは天井の蝶々でね、これも荒川さんが写真撮ってくれたんです。
これが天井岳の山頂です。よくよく大きく言うと舗装町ね。舗装町は外来種、観賞種です。これ僕韓国に来て最初に取ったベスコイツですけども、韓国から入ってきた。で今馬の糞が食べるんですね。これを駆除しましたというのが天井のてっぺんにいたという例があります。で、あと高山鳥をね、保護していくにどうしたらいいかというふうな話で、ふらっと話しますけれども、いろんな質問があります。野生の昆虫取ったらね、誰のもんやということなんですけど、基本的に取った人のものなんです、ね。法的な規制がない限り取った人なんです。で植物はそこの場所の。ね、採集してはいけないというので法的な規制がいろいろあるわけです。今日は違法採集の例をちょっと挙げますけれども、これは大一文字ですね。大一文字を、神輿が取って持って帰って自分の家に転出してたので証拠があったというので、条例違反ということで、ね、初めて条例違反で摘発されています。それから蜘蛛巻巻町はネットオークションで売られています。で、オークション結構あんまり高い、これは高い値段ではないんですけども、オークションで蝶々も取引されている。それから成虫だけ持って帰るんじゃなくて、卵をね、持って帰る、高値引き上げとかね、持って帰るという例もありますし、さらには違法採集するためのマニュアルがアンダーグラウンドで出回ってます。パトロールの人の車のナンバーはどんなんか、車種はどんなんかとかね、そういうふうなのが、こういうふうに違法採集っていうね、をあります。で、そのために、県では県の今も条例になって、指定希少野生動植物っていうふうなもので罰則規定を設けて蝶々の違法採集をやめようっていうふうなことに、なってきてます。レッドデータブックだけではね、これ絶滅危惧一類でだからというだけで規制はできないわけですね。取らないでくださいと言えるだけで、長野県の例ですけど、そういうふうなレッドデータブックですね、それから希少野生動植物のこういうふうな、法的な規制で高山の蝶々、生き物を守りましょうというふうなことになっています。国の方はもっと罰則がすごい厳しいんですけど、国の種の保存法による規制、環境省の、ね、規制があります。その中で蝶々では南アルプスに関係ある分では高根キマダラ先生ですね、南アルプス亜種、これが、挙げられているという。高山鳥とか保存保護していくのに違法採集を取り締まるとかいう、そういう問題ではなくて、私はいつも主張してるんですけども、いろんな環境を保全していく上で、市街地ではもう人間が環境を全部改変して自分たちに住みやすいようにしてるんです。だからそこで、自然とか鳥とかを保全するにはどうすればいいかとか、人為的に復活してビオトープを作ったり自然公園をという、こういうふうに人間が構築していくという戦略が必要だと思います。で、里地里山はそこに生活している人ですね、そこの適応した生き物がいるので、そこはものすごく中山間地域のね、農林業をどうするか、中山間地域の生活をどうするかという、こういうふうな問題と絡めた里山の保全管理の中で蝶々を保全しましょうという、こういう戦略が必要になります。ここが結構難しい問題だと思います。で、高山は僕は簡単だと思うんです。種を指定するんじゃないんです。高山の、生態系というのは、生態系そのものの中に高山の特殊な蝶がいるんですから、これはもう種じゃなくても生態系そのものを全部がっちりと保全してしまおうと、そういうふうなことをやる。で、さらにはモニタリングをしっかりしていくと、こういうふうな、ね、種指定というよりも、その環境そのものを保全していくというのが大事かなと高山の場合は思います。ということで、南アルプスの高山の蝶について、ご清聴ありがとうございました。
これは柳瀬の肩の小屋から見た富士山ですね。はい、どうもありがとうございました。よく聞かれるんですけどもね、小学校の5年生の時の担任の先生がもう蝶マニアで、職員室で取ってきた蝶をね展示されてたんですよ。でその影響ですね、ないです、蝶です。強いて言うなら高山蝶、高山の標高 2500m 以上っていうのは環境がものすごく壊れやすい状況ですので、まあ、そういうようなところに住んでいる、危ういところに住んでいる蝶々っていう感じですね。南アルプスの分はやっぱり北アルプスとかそちらの方の高山にいる蝶と、それから南方系の蝶がね、そこが混ざり合っている、そして多様な蝶の多様性、生物多様性を形作っているというので大切だと思いますね。僕は登山者、登山の人に蝶々をね楽しんでほしいなと思います。結構紅日陰とか雲割れに、ね、茶色くてあんまり綺麗じゃないんですけど、高山にいる、まあ、蝶に限らず生き物ですかね、昆虫類、そういうふうなものも楽しみながら登っていただければいいかなと思います。